おはようございます。釣り子 TV です。今日買ってきたルアーはこれ、ラッキークラフトのですね、これはですね、クランクベイトの LC1.5 の SSR っていうことで、こんな感じのね、クランクベイト、これを買ってきてみました。ね、これのね、もうちょっと潜るタイプはね、持っていて使っているんですけども、何かクランクベイト追加で買いたいなと思ってね、釣り具屋さんを物色していたら、あ、これ、SSR あるんだと思ってね、買ってきてみました。早速ね、どんなルアーか開けていきたいと思います。ね、ラッキークラフトに釣れるクランクベイトいっぱいありますからね。はい、じゃじゃーん。ね、あー、これ SSR だからリップが見えるように。はい、こんな感じなんですよね。うん、ぶつけてもね、壊れなそうな、丈夫そうな、こう厚手で小ぶりなリップがついておりますけどもね、SSR っていうことで結構上のレンジをこう引くルアーですよね。うん、これからの時期にね、がぜん効いてくるレンジじゃないかなっていうことで、潜るやつはね、各いろいろ持ってるんですけども、 SSR の、まあ、ルアーで何かね、新しいやつ欲しいなと思ってね、見てみたら、これいいなって思ってね、そんでもってこの小粒なボディなんですけど、 USA ね、アメリカのトーナメントとかでもね、結構投げ込まれてるやつでしょうかね、結構針が大きいんですよね。ね、デカバスが食ってきても大丈夫っていう感じの、こんな感じのね、小粒の針がついていて、で、何よりもね、このカラーですよね。これいろいろなね、まあ、サイズとか、あとはレンジによっても採用されてるんですけども、これ大好きなですね、TO クローですね。うん。TO カラーで、で、SSR で、で、ラッキークラフトのクランクベイトでっていうね、そういう感じで、あ、こういうのあったんだ、持ってなかったなと思ってね、一つ買ってみました。まあ、TO ね。大森高之プロですよね。大森プロの、考案者スペシャルカラーということで、この釣れそうな、食い上げさせてくれそうな腹のオレンジね、バスをイラつかせそうな、サイドの赤ね、そんでもって全体的にはまあクローフィッシュっていう感じで塗られているっていうね、スペシャルカラーですけども、こんな感じのね、パッケージに入ってね、売ってますんで。出しどころはですね、まあ、どこでもかしこでもね、これ投げると思うんですけども、まあ、牛久沼とか、あとは房総リザーバーでも、上流の方にね、どんどん釣り上がっていって、浅くなってきたなーなんていうところで、テンポよくね、投げたい。ただトップウォーターじゃないんだよなーって、こうちょっと水面がもごってなって、食い上げてくるような、そういう状況の魚にね、合わせていく何か使いやすいルアーないかなっていうことでね、一つ買ってみました。ちょうどここからね、あのハイシーズンに向けてちょっと投げる機会が多くなるんじゃないかなっていう、レンジ感を泳いでくれるはずのルアーなんで、いろいろね、タイミングで投げてみたいと思います。いやー、なんかかっこいいっすね。久しぶりにね、こういう感じのね、ラッキークラフトのクラックベイト買ってみましたけども、はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ラッキークラフト USA のですね、名作クランクシリーズの中から、LC1.5 の SSR、TO クロー、ね、これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。